この写真は9月19日に山手線外回り電車に男性がはねられた際に撮影された写真なんですね。かなりの衝撃を受けたようで、電車のガラスにひびが入っているんです。30代の男性が線路に飛び込んだと見られていて、彼はですね、搬送先の病院で死亡が確認されました。この写真の左上を見てください。フロントガラスに真っ白い顔の女性が写っているんですね。そして別角度から撮影された写真にも女性の顔が写っていたんです。この線路とか電車に住み着いている悪霊のような存在なのでしょうか。とても怖い写真です。以前私はお魚の鯛がですね、女性の顔に浮かび上がった心霊写真を紹介したことがあるんですね。しかし今回はイカなんです。イカが浮かんでいる写真なんです。一見すると普通の集合写真に見えるんですけれども、最前列の黒と赤のシャツを着ている女性の左側を見てください。はっきりとですね、イカの姿が現れているんですね。海洋生物は写真に写りやすいのかもしれません。はい、この写真はですね、共演した武井絵美さんと滝沢秀明さんとのドラマでのワンシーンなんですね。おそらくキスシーンだと思われるんですけれども、滝沢秀明さんの背後、ここのですね、ありえない場所に手が写っているんです。位置的にこれは武井絵美さんのものとは考えにくいんですね。まるでキスシーンを止めようとしているかのようにも見えるんです。はっきりと写っていますので、これは生き量の類、もしかしたら熱烈な滝沢さんのファンが出てきているのかもしれません。私は猫にまつわる心霊写真、心霊動画というのをですね、過去にもたくさん紹介してきました。今回のものとよく似ているのは、車のボンネットに映る猫と実際の猫が違う動きをしていたというものだったんですね。そして今回も実際の猫は右側を見ているのに、鏡の猫はなんとこちらを見ているというものなんです。一説にはですね、猫は生きている間にこの世とあの世を行き来できる、そういう力があると言われていますが、霊的なものが携わった動物なのではないでしょうか。はい、これはですね、アメリカに住んでいるトニーさんからのものなんです。彼はですね、南北戦争の写真を収集している方なんですね。最近になってその中の1枚にとても不思議なものが写っていることが判明しました。この写真の右上を見てください。2つの霊体が現れているんです。1つは上半身だけのもの、もう1つはですね、白く輝くような人影になっています。この白く輝くような霊体は、よく見たら角笛を持った天使ではないか、天使に見えるということなんですね。そしてもう一つは写真中央に下半身だけの男性の姿も見えているというものなんです。この写真はですね、南北戦争の負傷者の方たちが運び込まれた場面を撮影していますので、やはりこの中で亡くなられた方が出てきているのではないかと思います。この写真はアメリカに住んでいるケリーさんからのものなんですね。2008年のクリスマスの約1週間前に撮影された写真なんです。というのもですね、彼女はこの家に引っ越してきて、この時が初めてのクリスマスということで、記念に写真を撮ったそうなんですね。テレビ画面を見てください。消してあるはずの画面に、目が白いゾンビのような顔が浮かび上がっているんです。しかもですね、画面の上だけに現れているんですね。
テレビ画面を撮ると本当に多くの心霊写真が撮影されています。